2021年3月もう20日土曜日午後5時の生放送です。さて我が家の柱時計が5時を告げます。お、花火が一つ上がりました。というわけでございまして、今日も今日とて、そして今日はここでね、顔するの入ってないか、洗濯みたい。まあなんかね、片付いてるとは言い難い部屋だよね。で別にわざわざね言わなくってもいいのにね。生放送ですからね、何をねまずいことを口走っちゃおうかね、わからないですね。今週もね無事にね、で髪の毛がこう見たらひどいね、この辺ねピンピンになってますね。面白いこういう髪型なんて言ったらこう跳ね上がってるわ。朝鏡見た時にね跳ねてるなと思ってね、外に行くわけでないからいいわと思ったけど、生放送があるんだよね。でもレギュラーは揃ったっていう感じでね、行きましょうかね。私その船の右側っていう雑誌をね買いまして、っていうのがここにその越境する精霊っていうね連載記事があって、でこれに絡んでね奈良県の小泉先生っていう人がねわざわざねこちらまでねまあ私はちょっと通院してたりするので、その見舞いも兼ねて来てくれてね、で結局その話はその記事にはまあ直接は入らなかったんですけども、わざわざそれ絡みで奈良からね来てくれた。でその記事がどういう風になってるかなってすごい好奇心が湧いて、越境する精霊、これがね去年の1月から12月号まで毎月出たっていうのでね、 1年間分バックナンバーをねまとめてね、よしじゃあ1年分まとめて送ってくれって言ってポンとね送ってもらっちゃったわけだ。それでこうぼちぼち読んでるんですけど、まあこれ面白いですね。でこれね、でその中でねこの10月号ね、コロナ禍の中で神を神とする、これはもうこれ活字になっちゃってるからね、関東の方の小山先生っていう人がまあコロナに去年の話ですよ、かかってもう治ったね、かかっちゃったね、治っちゃったっていう話ですよ。でこれね先にクリスチャン新聞の方がこの情報と記事をね捉えてね出した。でこれはもう強調しすぎても強調しすぎることはないので、クリスチャン新聞の OB としてね申し上げております、起きますね。でそのクリスチャン新聞の記事を後追いして船の右側がもうちょっと深掘りして出したと、まあそういう記事であると。一番最初に出す誉れはクリスチャン新聞にあったっていうことですね。でその前にね SNS でねっていうのがね、そのたまたま本当まさに SNS の時代で、まあ牧師さんで関東方面で、コロナにかかった方がおられるので、その癒されるようにね治るようにお祈りしてくださいっていう祈りの、まさに祈りの課題として回ってきたわけですよ。でまあコロナっていう問題が去年今よりももっとセンシティブなねことであってたので、名前は出せないんですがね、教会の人がそんな不用心にもかかってしまったのかってバッシングのねネタになってしまうとか、あるいは日本のキリスト教会全体に迷惑をかけるようなことになってはいけないっていう、まあその先生ご自身のおもんぱかりだとかね、まあいろんなことで名前は出せないけども関東の先生で、ところがね私自身ね
個人的にね、そのちょっと前に SNS で出る前に知ってたんですよね。っていうのが、私が通ってる教会の水曜日の晩に祈祷会っていうね、集会がね、夜にありまして、それにまあ当時ずっと通ってたわけですね。祈祷ってのはお祈りの祈祷ですよ。どんな会かというと、まあその聖書のメッセージを聞く、それからその心が励まされるね、賛美歌をみんなで歌うっていうことがあって、それからその祈りの課題っていうかね、皆さんに祈ってほしいことを報告するとか、あるいは信仰に関連してね、こういうことがありました、神に祈り求めていたら、あ、こういうことが起こりました、助けがありました、またこの人がねキリストを知るに至りました、まあそういう導きがありましたっていうことを、希望する人がその前に出て皆さんにご報告する。でそれに基づいて、まあ皆さんがね、その鳥なしの祈りっていうんですね、クリスチャンはね、神様どうかこの人のね、こここういうことをね、こうしてあげてください、で鳥なしの祈りで、イエス様のお名前によってお願いします、アーメンっていうふうにね、まあそういうふうに祈るっていうこと、まあみんなで集まってやる集会っていうのがあって、その時にね、私が何かの件でそういうお話しさせていただいた次にね、この先生の親戚筋にあたる方がね、出て行って促しを感じたのでお話しさせていただきますが、でその私のご親戚筋のこの牧師が実はコロナにかかって皆さんの鳥なしの祈りを求めてるということをまあ聞いてたわけですね。で SNS で流れてきて、あ、この話なのかということでね、合致した。でその時の私の心境はね、正直言ってね、その私の通ってる教会もその親戚筋の方の教会も、非常になんていうかな、割と信仰熱心な類の教会ね、それはのことは知ってたんで、あ、そんなとこの牧師先生でもコロナにかかっちゃうんだっていうね、ちょっと絶望感に近いようなね、そういう気持ちを抱いたわけですよ。これまでまあクリスチャンのラインとか、特に牧師で、コロナにかかったっていう話はあんまり聞かなかったんだけど、そんな熱心がね、しかもなんていうかな、常識もあるって言い方が悪いけどね、良識派でもある、そういう人がね、で非常に気をつけてたのに、そのコロナにかからないようにね、接触でしないようにするとか、その密を避けるとか、消毒をするとかね、そういうことをやっていたにもかかわらず、どういうわけだかかかっちゃったというふうにね、その親戚筋の方のご報告でもそうだったかな。さてはもうどうしようもないじゃないかって、信仰を持っててもそれじゃあどうしようもないじゃないかっていうような思いがね、正直言ってあったわけですね。これからまあ教会もその宣言をね、県から、兵庫県から出されるということもあって、集まって集会することができない、リモートだけでというような形態に入って、まあ2、3ヶ月、もうちょっと経った頃かな。で、祈りの、で、その方が結局癒されました。でも癒されたわけだからっていうことでね、その名前も出てきた。で、真っ先にクリスチャン新聞に載ったって。その時はね、やっぱりクリスチャン新聞さすがやるな、と思った。業界誌っていうか、教会誌の中でやっぱり一番、ニュースはね、早いですよね。自分が、まあ、昔勤めてたわけ、自画自賛。まあ、なんかね、こう、新しい動きがあったとか、こういう人がね、怒ってきたって、やっぱりいち早くね、書くのはね、クリスチャン新聞なんですよ。で、それをね、日本のキリスト教のね、他のメディアが、クリスチャン新聞にこんなネタが載ってる、面白い、追っかけろ。っていう構造がね、
まあ少なくとも私が勤めてる時はねそういうところが多分にあったわけだ。三浦記者がいたから豪語してますけどもね、1980年代とか90年代にね、私が書いた記事がどんな記事があってね、またねご紹介しないといけない。まあ昔のことですからね、まあそれはどうでもいいとして、どうでもよくはないけど、まあいいと置いときまして、でこの小山先生、その栗市三日部に乗ったの、船の、ね、船の右側ともね、いろいろね、今この船の右側の編集長がね、谷口和一郎さんっていう方でね、でまあその会社は違うけどまあ私からもまあ後輩っていうことになるわけよ。っていうのがね、私がクリスチャン新聞大阪支局におります時にのね、リバイバル新聞っていうのがね、後発誌であったんですよ。でご説明しますと、日本のキリスト教のプロテスタントはね、そのキリスト新聞っていうのがあるわけですね。それは一番先発で、もう戦後すぐの時に、まあ、香川豊彦なんかの肝入りで武藤富美男っていうようなね人が社長をやって、キリスト新聞っていうのがね、新生日本においてそういうメディアが必要だっていうことでいち早く作られた、ね、当然のことながら、あの鉛の活字ですよ。あれで当初から習慣だったのかな、キリスト新聞さんは毎週土曜日に出されるっていうようなね、あのそういう形でずっと出されてきた。でね、クリスチャン新聞っていうのはそれより後発なんですが、それでもね1960年代からなんですね。で最初はちょっと不規則な出方だったんだけど、まあ、やがてすぐに週刊っていうことになって、クリスチャン新聞は日曜日の日付で出すっていうことにまあこだわりがあって、1週間はね、主の日、日曜日から始まるという意識で、まあ、日曜日の日付で週刊の新聞を出す。未だにねクリスチャン新聞って名前をつけてますから、そういう意識なんですね。キリスト新聞はなんかリニューアルしちゃって、月刊になってキリシンっていう名前をね表に出してやってますけど、クリスチャン新聞はその新聞というまあ形ですよね。メディアとしてその大事があって一面があってね、でその新聞みたいにめくっていく、その雑誌のような形じゃなくて、やっぱり新聞っていう形にこだわりを持っていまだに続けてる。うん、でそこにその関東の堺キリストシャローム教会の小山先生がコロナになったけど癒された、そのいきさつ証っていうのが載っててね、でクリスチャン新聞のまあやっぱり一面に当然ながら載したわけだ。でその中でね、そのクリスチャン新聞はあんまり主観的なこととかはね、まあ書かないわけじゃないけど、特にその傾向として本当に客観的にそうだっていうことしか書かないみたいなねところがあって、でまあそれに不満を抱く人がリバイバル新聞っていうのをもう作っちゃったわけですよね。だからその聖書の使徒行伝とか読んだらね、癒しとかね、奇跡的な不思議な技って起こってるんだからね、今日だってそういうことがね起こっていいわけだし、起こってるじゃないか、なぜそういうことが起こったっていうのをクリスチャン新聞は書かないんだっていうことを随分言われて、まあだからね、クリスチャン新聞は報道完成してるんだろうとかね、奥山先生なんか随分批判してらしてましたけど、そういう意識は全くなかったんだけどね。だから甲子園ミッションのことなんかでも推進派の人はね、いや日本の教会でもそういうことがねどんどん起こるようにみたいなね、そういう方向性の人たちがまあ強く推してる面がある。だから逆に
そのことをこの喜ばしく思わない人たちもいて、でそういう構図の中にクリスチャン新聞っていうのを巻き込まれて、そのリバイバルミッションの記事を書いただけでね批判される。なんでこんなリバイバルミッションに好意的な記事を書くんだとかね、なんでこんなに批判的な冷たい氷のような記事を書くんだって同じ記事を挟んで言われる。まあそういう時期があって、その中でリバイバル新聞っていうのが出てきて、でリバイバル新聞が扁平を遂げて船の右側っていう月刊の雑誌になったわけですよ。で今ね割といい感じで、私が一番感心するのがね、人間にとって一つのこう悩みっていうかね、痛みを覚えるような現実で、クリスチャンであってもそういうことはある、あるけども、それを神様が恵みに変えてくださるんだというのをね非常に捉えて、深みのある記事をね結構この中に書いてる半分ぐらいはそういう記事ですね。感心しました。うん、あの和一郎さんのね、で私の自慢は谷口和一郎さんがまだ駆け出しの頃にね、クリスチャン新聞大阪支局に表敬訪問してくれてね、で一緒にラーメン食いに行こうって、ラーメン食いに行ってね、でキリスト教の記者たる者の心構えっていうので、いろいろですねご講釈を垂れさせていただいたって、谷口和一郎を後輩に先輩顔して大教え、もう今やシューッと追い抜かれてしまいましたけども、後のものが先になり、それでその肝心のね元の話にね、今日いい話ですよねキリスト教メディアの歴史の一コマをね聞きながらね、このコロナに関連してね、船の右側の、まあ、10月号ですね、小山先生の証で、クリスチャン新聞にもそのさっき、まあ、珍しい主観的なそういうのはあんまりクリスチャン新聞は書かないけど、だけどそこには珍しくね、小山先生の奥さんが、まあ、毎日コロナになる前からずっと祈ってる、で日頃の祈りの中で、神様このコロナのね状況って一体何なんですか、もう嫌ですって祈った時に、人間が降参するまでっていうふうに神様からのお答えを自分はいただいたっていうふうに、この小山牧師のお連れ合いさんのね、まあ証っていうか、自分が個人のディボーションの中でね、神とのこう語り合いの中で自分が神様から語りかけられたことということを、あのインタビューに答えて、奥さんがおっしゃったのをクリスチャン新聞が活字にして書いたんですよね。で私としてはクリスチャン新聞の記事の書き方としては珍しいな、そういうことまで書くのは、だけど非常に記者としては感動したし、編集会議の中でやっぱりこれはね活字にしようと、活字にする必要があるね、ぜひ活字にしないといけないっていうことを判断したんでしょうね。一面の記事でそれを出した、それが非常に深く印象に残ってまして、で船の右側でも船の右側でも出されたと、ね、これですね、この記事もうこれ活字になってるもんですね。それでねもうね3分しかないね、だからそのご夫妻にインタビューする、最初に症状が出たのが妻で、それが7月の上旬で、熱が出てすぐ病院行ったけど PCR 検査もまあしてもらえなかった、で自分自身も熱と咳が出始めた、で横浜市では PCR 検査はまあそれぞれの医者が確認する、でちょっと日にちが経っちゃって受けたっていうことになって、でそれで結局結論として肺が真っ白な状況になってた、で救急患者を受け入れてるところに、まあ、受け入れてもらってってね、で先ほど申し上げたように、まあ、SNS でも拡散されて、本当にね多くの方がね祈ってくださってる、これではこれ以上、ここではこれ以上の処置はできない、ね、重症者ね、エクモのあるところに行ってください、で結局エクモにつながれることはまあなかったんだけど、治るかどうかは本人の治療次第ね、そういうことも出てますね。でレムデシビルっていう治療薬をね10回投与された、効くかどうかは分かんないけど当時はね、で祈りはどのようにして積み上げられていったのですかと船の右側の記者さんがね
まだ家で待機してたことのことですが、主人の症状がな、それね、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、奥さんが祈ってる時に神様からの一つの御言葉が心に響いてきました。でそれを聞いた時ね、これから恐ろしいことね、たじろぐようなことが起こるんだなと理解しました。で覚悟を決めました。だから救急車で運ばれることになってもショックでしたが驚きませんでした。うん。それでその病院について教会の人たちにメールで状況を知らせた。で友達限定で、友達限定で Facebook でもね、まあさっきのような形で祈ってほしい。そうすると多くの人からね、祈っていますというコメントが来てすごくほっとした。ね、SNS がね、そういう形で用いられたわけですね。自分たちだけで戦っているのではなく、こんなにも多くの人が祈ってくれているのが励ましになったのです。これ奥さんのコメント。うん。そのんでご本人ね、その頃というのは医師からも覚悟してくださいというようなことを言われ、そういう書類にもサインした。で、自分の地上の役割が終えたなら、もう、イエス様と会えるならそれでいいじゃないか、ね、そしてスマホは少し見ることができたので Facebook を開いたら、妻の投稿に対して多くの人がね、祈りの手を挙げてくださっていました。励まされました、ね、実は私は本当にセルフイメージが低くて、自分の存在なんてそんなに重要じゃないと思ってたんですね。でもこうして私が地上で生きることを肯定し、祈ってくれてる人がいる、それを実感したのです、うん、で牧師がコロナに感染したっていうのは隠しておきたいっていう気持ちも働くと思うのですが、まあ記者が突っ込んでるわけですね、うん、だから奥さんは一遍はね、 Facebook にアップしたのをね、削除した、うん、今後のことを考えたらね、言わない方がいいというアドバイスもあった、ね、教会に迷惑かかるから。でも主人からそれよりも祈ってほしいとね、メールをもらって病名を公表してもいいのと聞いたら、それでもいいとね、それでもう一度アップし直したのです。でご本人、祈られてることのありがたさに感動してからは、とにかくみんなに祈ってほしいという思いが強くなりましたね。で危機的な状況の中、多くの人の祈りを感じて心が平安に包まれたのです。祈りがこんなにも平安をもたらすことに驚かされました、うん、そんでね、最初に入院した病院でね、賛美をかけながら寝ていた時にね、肺が眉に包まれるようなとても神秘的な体験をしました。で精霊が肺を再創造してくださってるような感覚です。これご本人の言葉通り活字にしたのをそのまま読んでるわけですね。この辺のくだりはね、クリスチャン新聞にも、肺が再創造されるような感覚、これはね、これもあの退院されてからクリスチャン新聞がいち早くね報じた活字になってました、うん、でね、奥さんが引き継いで、実は祈りのリクエストをしていた教会の一人からこういう電話が入ったのです。それは英治先生の肺を黒いものが覆っていたんだけれど、それが取り払われて眉のようなものが肺を包んでいる、祈りの中でそういう幻を見た、だから大丈夫ですという内容でした、ね、書いてあることをそのまま読みました。でご本人ね、私はその内容を後から聞いてとても驚きました。そしてその不思議な体験から、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました、その御言葉を思い出しました。どんなに息をしようと努力しても、人は新しく作られたものにならないと酸素を取り込めないということです。これ本人がね言った通りに、記者が活字にしたのはその通り読んでるわけですから、イエス様を信じて新創造されるということはとても重要なことなのです。そして治療が終わって一番感動したのは、深い息ができるということでした。息ができるということがこんなにも感謝なことなのかと思いました。時間になっちゃいましたね。来週月曜日また続きっていうことかな。私も実はですね、息がなかなかできにくい経験っていうのしたことがあってね、でこうもう本
当にもう一生懸命吸わないと吸えないっていう経験を1日か2日しかたしたことがあるので分かります。小山先生言ってることね、いつもよりね、いつもの本当の締め切りよりも1分超えてしまいました。24分になっちゃいました。それではね、今週はこれで、お聞きになってるあなたに、天地をお作りになった私たちのね、作り主である父なる神様からの祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送はこれにて終了いたします。1週間の放送無事につつがなく終了させていただきます。誠にお聞きいただいてありがとうございました。また来週よろしくお願いします。